合衆省2008年7月26日は、日本の裁判官、元東京高等裁判所判事部総括、神戸市出身、福市火災所長や和歌山地火災所長を歴任、東京高等裁判所判事部総括で退官。退官後は弁護士登録し、帝京大学法学部教授を務める。一方、多方面の役職を歴任した。民事裁判手続き。 司法制度分野の権威でもあった。永年にわたる功労により1994年には、君に等随法賞を受賞。死後、十三味に除された。1944年海軍経理学校卒業。1945年海軍、主計中尉1947年京都、帝国大学法学部入学。1949年12月司法試験。 第2次試験合格、1950年京都、大学法学部卒業、司法修習生、1952年、司法修習終了、名古屋地方裁判所、名古屋家庭裁判所判事保、1954年、東京家庭裁判所判事法、最高裁判所事務総局民事局付、最高裁判所事務総局総務局付、1957年、旭川地方裁判所、 朝日川家庭裁判所判事保、1958年、札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所判事保、1960年、東京地方裁判所、東京家庭裁判所判事保、1962年、東京地方裁判所、東京家庭裁判所、判事、1963年司法研修所、教官権、1968年、大阪高等裁判所、 判事、1971年東京地方裁判所。判事、1972年同部総括。1973年、東京高等検察庁検事。法務大臣官房参事官。1975年法務大臣。官房司法法制調査部長。県。1978年東京高等裁判所。判事、1980年福井地方裁判所。 福井家庭裁判所長。1982年和歌山地方裁判所。和歌山家庭裁判所長。1984年東京高等裁判所。判事。1989年10月定年退官。提京大学法学部教授。弁護士。登録。1991年。臨時行政改革推進審議会専門委員。1994年11月。 塾二等受随法省2000年帝京大学定年退職没工女中3位弁護士法人松尾総合法律事務所ありがとうございます